パーチャマでございます。マイカイムアム、今日はお預けだもん。ふー、コメントいきましょうということで、毎日やると思ってたら大間違いなんだから。ふー、アントワーヌ・グリーズマンさん、最近アグエロ使いやすい音符ということで、そんなことないぞ。石原ちとみさん、キモすぎるんで消えてくださいということで、このままここにいさせてください。たかしさん、ポドルスキーですね。そうそう、ポドルスキーがボンバーしてたわけよ。リオさん、フォトツクで自分の顔が星5だと知って、あ、これサカツクの動画ですね。人生初めてこの顔に感謝しましたということで、めっちゃええやん、自分自慢したらええやんということで、コメントたくさんいつもありがとうございます。ヤバニャンさん、本当に来るのか分からないけど、噂出てるトーレスとイニエスが来たらそりゃビッグニュースですよねということで、やっぱ J リーグ、中国とかさ、まあ、アジアで比べてちょっとやっぱ中国リーグの方が盛り上がりを見せているところ、なんかこうカンフル剤っていうの、爆発力バンって言うね、デバーって感じのね、アム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 、そんな感じでいきたいところですけども、ジャマウィニングイレブンの結果、ちょっとごめん、コードが絡まりまくってパーパーですわ。どうなのかというと、今日朝から謎の3連敗をしてしまいました。だから1480ぐらいになってるかな、今9080ぐらい、1500おめでとうってみんなに言ってもらったのにですね、私ボンバーしてパーパーですので、まあでもここでね、普通の人だったら、おいはクソゲーやおもんないパーッつってやめるとこだけど、チャマは違うぞと。チャマは粘り腰のチャマって言われてますからね、ほんと絶対に負けねえと。855どなんかどうなんかですよ、こっちは500以下来いって思ってますよ。今は勝ちの味を思い出したいという感じですけど、逆にね、850レート1000とかやっぱ、ま、自分のレートに合わせて結構マッチングされるんだけど、800より上ってあんまり来ないんで、だいたいね、1チームに1チームぐらいは700、800とか。で、その残りの1チームは900以上とか、もしくは、700以下が来るんで、この800って結構ボーダーラインだと思うんですよ。ここに勝てたら、レート1000維持ボンバーということで。やる気がぐんぐんチャマンテス。どうしよう。ピッピーでしょ。ロマリオピッピーのこのダブル絶好調、ツートップにしようか。ただ相手がね、ツーボラいるからね、ここは割とね、割とシャドウ2枚が良さげなんですけど、難しいですね。まあでも、まあ、ちょっとここのね、絶好調パワーにかけてみようと思います。相手はクライフがレジェンドに出て、ナウド、パパッサソ、ナッチョ、ちょっとちっちゃいですよね、ナッチョはね。クロスガンガン上げたら、ナチョとロナウドとかを競らせて、クロスバンバン上げたら、ヒーってなるかもしれない、相手は。うわー、もうごめんなさい、もう許してください、はいってなるかもしれないんで。じゃあまあ、そこを狙っていこうと思いますけど、まあなかなか、逆さ、ロナウドシャドウだから、あっちに走んのかな。もしかしたらサイドバックに当てて、ワンツーで走って、ね、こう、ぐーっと奥の方走らせといてみたいな。カモンエブリバン、ライプツィヒ VS チャマンチェスターユナイテッド、これが真の強者。3連敗はたまたましたんやと、自分に言い聞かせるためにこの試合勝たなければならない、お願いしますということで、ロマーリオの絶好調、昨日ね動画見てもらったら、ロマーリオいい動きしてたでしょ、かわいいよねってことで、ほら、はい、ここは行くと見せかけて、はい、いいよ、これいいよ、マジフリバリの、あ、これやばいやつじゃない、見にくいな、これ見にくいぞ、見にくい、いいね、いいね、走れ、ここ下行くと見せかけてロマーリオ走らせて、ゲーンだから、あ、惜しい、もうちょっとロマーリオがね、足早かったらパスの軌道も変わってたんですよ。はい、あ、いいパス、あ、ピッピーだ、これセイカミー見た今のね、もうこのロナウドにパス入った時点で相手はもうナッスベル、ナッシングピーポーでございました。なぜならばピーピーは走ってくれる、ロマリオはムービングで不思議な走り方してるから、相手はロマリオだーと思って、
さあラインが崩れるでしょ。さあピー、そしたらもうピーピーが自由自在にボンバーだから。はい、アイムチャーマー。そっちじゃないんだよ。あ、いいね。どうする、走ってこい。いや違うんだよね、ナインゴランがさパーパーしてくれるかなと思ったんだけど、これ怖いね。これいっちゃダメだ、これいっちゃダメ。あ、やばい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 、なんだオッケー、あぶねー。まあでもそうだよね、あそこまで行ったら、まあ、シュートコースないし、サラーで打つのもだいぶ冒険だからね。できればドリブルかなんかでさ、前中向いてよ、中向いてパス出したいっていう心理はまあ至極当たり前ですから、そこをケアしていくと。はい、いい。あ、これ取れるね。ダーンガミ、僕絶対入ると思ったけどな、絶対入ると思ってもう喋りにもやらずにもう集中してたらこうです。ロマリオちょっと四角のタイミングが悪かった。まあでもあそこ多分スペースがなかったから、四角ゆっくりしたらゆっくりしたで相手に寄られてブロックされてたかもしれない。せーの、取れる取れる。ちょっとさ、ちょっとね、フライフフィジカルそんな強くなさそうなの。あ、そっちいるんだ、やべえ。サラでしょ、スリートップ。あ、オッケー、神、いいね。あ、ちょっとオッケーオッケーオッケー、ナイスシュートコース入った。危ない、クルトは天才だこいつ。給料上げたい上げて上げたいね。ちょっとね攻撃、あ、ちょちょちょ、どうなってんだどうなってんだ。ちょムービングで走らせたからか、カーソルが全く変わらなかった。ちょっとね相手のね守備攻撃ちょっと守れてない。こっちも攻めれてるけど、こっちはあっちも攻めれちゃってるっていう状況、不思議な。あ、やばくねこれ、このミスはいかんぜ。おー、危ねえ、体勢悪かったからよかったわ。まあでもマニキーしてたからね、取ってくれたんじゃないかという噂ありますけども、今のところね相手のおしゃべりに夢中で相手の分析が進んでおらずですね。おー、どこでボール取ってんだこの人は。と縦ここ入れるんで、ね、お玉です。まあ変に取られるよりはみたいなところある。外か中で、中でパーカー、ロータマテウス神。あ、惜しい、体勢変わらんかった、もうちょっと溜めればよかった。チャーマン、お前もうちょっと我慢せんか、デブ。中か、もう出させてもいいけど、どうしようもないとこ出させたよね、どうせ出させるんだったら。そして罠にはめていくと。いや、ロナウドいいですね。あ、ここ大事に使っていきたい。クリバリがなぜか前に上がった。あ、いいじゃんロナウド、ここデカさね使っていこうよ。落とせ、いや、その落とし方本当やだ、どこ行くか分かんねえ。でもナインゴラン、この上下運動、縦横みたいな。あ、ロマリオこれ行っちゃうんじゃない、スピードで。無理か、あ、トラップした。いや天才かもしれんこいつ、中入る、いや天才だわ。あ、惜しい、ちょっと俺の判断。あー、ちょっと調子乗りすぎた今完全に。ロマーリオで打とうとしちゃった、うん、はいはい、いやマテウスいいわ、それはダメよ、それはダメチャーマン、いくらなんでもみたいなとこあるよ。ここうざいね、このトップに当てて1個外されるとこうざいわ。だからトップに当てた時に食いつかないようにしなきゃいけない。それでだいぶここはね結構サイドから割とねショートパスつないでくるんで、クロス上げさせてもいいかなという気がする。グラウンダー、お、ちょ、なんでこいつパスずれてたのか、完全にレーダー見て丸ボタン押してたわ、クリアしてくれって。やばいね、黄色。縦パス入れられた時にそこ突っ込まない、やめて、そこから OKOKOK コーナー、マイボーなのか、どっちなんだ。コーナーっぽいね、そこだろうね多分ね。縦パス、リトリートの監督だとこの人簡単に多分守備守れそうだ。おい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 、トラップボンバしてるよ、ここ行かない、ここ行かない、そう
スイート、フォアチェック用の完全にさ、フォアチェック用のスルーパスやってるからさ、ワントップしてみるか。まあでもこれで守ってるようになったら一番いいもん。迷いどこですねこれ。どうしたらいいんだシャーマーは。お手上げだ。まあでも 1-0 で勝ってるから、相手のこうプレーの変化をね見て地出していく、心理面で勝っていくっていうのもありです。おお、なんか結構突っ込んでくるねってなったら地出してね、チラシーノ、チラシーノ、ジャマーノでもいいしね。はい、三角と見せかけてダッシュ。あ、いいじゃん。ポー、いや、絶対入るだろ、あれ。ロマーリ、お前。絶対、無理かな。無理かな。いいぜ、いいぜ。あ、惜しいぜ。あ、いいね。いや、遅いな。そこもヒールでいいのに。ターンしなくていい。走らせてグインしかないな。結局あれだな。フライフにグインおじさんだったか。おっと、あーロナウド出したかったな。さあ惜しいね今のね。相手の動きよく見てて中蹴ったけど、相手もねパスコース入ってた。いいね、ここいいね。いいよ、ここの守備。あ、これいいんじゃない。あ、いいわ。うらー、いや、マジやったー、やったー、ナイスー。いや、めっちゃ嬉しいんだけど、これ2点目。これ2点目、相手ね、めっちゃメンタル、わーなるよ。多分、相手的には、結構ね、互角に渡り合ってると感じてたと思うんだよね。そこへ来ての、なんとかなるっていう。なんとかなるぞーさんからの、いやいや、ずれろや、お前。なんとかなるぞーさんからの事故で失点太郎だから、クーですわ、それは。いや、いいパスなんだけどね。見てるね、いいとこ見てる、ね、スルーパス警戒入れたら終わりなんじゃないか。スルーパス警戒がどの程度ね。ここのドリ結構うざいな。ちょっといないよ。あ、危ないプレーしよう。おー、危ねえ。よっしゃ、絶好調パー見せてやれ。よく見えるね、視野が広いですよ、この人。OK。俺もここ見えてるよ。ああ、ちょ、ナインぐらい走って、一緒に走っていこうって決めたじゃん。うん、この人、プレスで捕まえるのかなり難しいな。はい。相手のミスとか、パスするしかない。I think it's great to see that kind of application. あ、ちょっと待って、キャンセルできなかった。あ、でも通る。ゲーン！あー惜しい。ロマリオのいいとこ見せてあげたいなと思ったんだけど、ちょっとダメでしたね。あ、これロマリオ通るの？オッケー。この方が良かった。パス、くっさいパスですね。サイドからグーンでも中入ってくる。あ、グラウンド上げるのか、これ。はい、はい。いや、うまいな、そこ。テープがね。パス出すのかみたいな。パス出さんのかみたいなところ。クロスかみたいな。でもメッシだったらやっぱ狙ってくると。パーパーでございましたな。これは行くしかね。レスベイルボンバーして。ロナウジーニョ。ガブリエル・ジェズス。あ、違う、ST だからネイマール行こう。ちょっと待って、カメラのバッテリーじゃなくて容量が消えそうだから一回切ります。お帰りなさいませ、ご主人様。お待たせいたしましたということで、クライフ結局リトリートでやってみる。いや、リトリートもったいないよね。いい勝負できてるし、もったいないっちゃもったいない。コンセプターレンブチでスルーパス警戒一回入れてみようか。スルーパス警戒したところでみたいなとこあるけどね。だからウィングバックはいらないわ、はい、スルーパス警戒してもさ、バイタル空いちゃうから。
そんなことよりここでボールを持ちたい。相手はこう、ウエーッツって来るから、ウエーッツって来たところを、ちょっと、これやばい。ゴリが好きなんだよな、この人。軽い人を選んでるもん。いや、いいパス。いや、惜しい。今のパス出せたら。This is good ball retention, and it should be enough from here. But they want to double their advantage. 思った通りこうスルーパスは警戒。いいね。あ、出せる出せる。頑張れ。ファウルだろファウルだろ。ジンバジンバジンバ。ここで1点取れるかどうか。はたまた追いつかれるのかチャマ。蹴るのはない。蹴るない。蹴るのはない。クリスティアーノ・ロナウド。そして丁寧に丁寧に12分だから無理に攻める必要はローマ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 リオナイスローマリオナイス84分完全に読まれてたけどそのこぼれ球ねローマナイスですねいいわいいかもしれない素敵ありがとうございますロマーリオさんありがとうございますあと83分ですよ、ね、スルーパス警戒入ってますからねスルーピーが全く通用しないよみたいなもう行かないよみたいな行かなくていいよスルーピーが全然通らねえよつってこうやって入れてくるの読むよつってナイスローターあ、ネイマなかなか危ないビルドアップするねネイマ行けネイマあ、じゃはい、いいねいいとこいるねあ、惜しいいや、ちょっと止めるんじゃないよ絶対今シュート打ってたよロマーリオがもう1点ゴール決めるところだったのによかったですねやっぱスルーパス警戒してから、まあ、ちょっとの時間だったんで何とも言えませんでした状況が状況だったんですけど割と相手攻めにくそうでしたね結構グイーンスルーパスおじさんだったんで、うん、でもスルーパス警戒できてたけど、まあ、もしかしたら多分もうちょっと上手い人だったらあスルーパス警戒入れてきたなって思った時点でなんかこうバイタルあたりをこねこねしだしてこうプラスル上げたりだとかワンツーでミドルシュートを狙い出したりするかもしれないんで僕は結構ねスルーパス警戒あの苦手派なんですけど、まあ、今回は使ってみて、まあ、功を奏したかなと思いますそんなことよりロマーリオのあのちびっこおじさんがなんとかボンバーしてくれたということでよかったですねグアルディオラもオリニョ変わってないかなこれそうだね変わってないねってことで今週は特にそんなにいい監督もいないのでお金を貯めていい監督来た時のために待っておきましょうということでレッツゴーいけ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 お前らもっとサッカーゲーム盛り上げんかーいシャマからのメッセージでございました最後までご視聴いただきましてありがとうございましたコメントチャンネル登録よろしくお願いいたしますさようならバー